座っていても防御に時間を費やすだけです。すぐに奴らを攻めなければなりません。我らの人員は要塞の防備を固めるので手一杯なのじゃ。このことは前にも言ったじゃろう、サラ。奴らに狙われるのを待つだけですから。プライドがすぐに行けばまだチャンスはあります。それで失敗したらどうするつもりじゃ。そんな危険な賭けをする価値はない。わかった。エッグなしではいずれにせよ浄化装置は役立たずだ。彼らも諦めたんだろう。嫌です。気に入ってもらう必要はない、サラ。命令に従いさえすればいいのじゃ。はい、父上。ああ、帰ってきたか。君もゲックも両方を失ったのではないかと恐れていたのじゃ。どうだったかね。素晴らしい。それがあればエンクレイブに浄化装置を制圧されるのは避けることができよう。ならば直ちに行かねば。何か情報があれば兵を動員する前に行ってもらいたい。どのような助けであろうと命を救うことになるかもしれぬのじゃ。なるほど。してそのウイルスはどこじゃね。ありがとう。スクライブに分析をさせてから適切に処理をさせておこう。どうやらエンクレイブを過小評価していたようじゃ。サラの言う通りかもしれぬ。攻撃するしかないか。エンクレイブがゲックを持っているとしたら浄化装置を動かすはずよ。コードがバレてしまうわ。どうやら言う通りじゃな。できるだけ早く行動せねばなるまい。プライドを送り込んでください。きっと勝てます。よろしい、サラ。プライドが突入する。じゃが彼らにはさらなる火力を装備してもらいたいのじゃ。ロスチャイルド、準備は良いか。なんだと。ダメだ。いいと俺が電力の問題は解決したが、まだチェックが終わっただけなんだ。それで現場でのテストにもまだ早い。実際の戦地で使うなんてもってのほかだ。武器の調整も済んでないし、ナビゲーションシステムもつながってない。ロスチャイルド、もう良い。作動させることができるか。本気か。どうかな。なんとかできると思うが、もしできなくてもこれまでのことを考えれば大したことはないな。ならばこれで決まりじゃ。サラ、君はプライドを指揮しロボットを援護として使うのじゃ。ここの仲間を連れてあの浄化装置を確保するんじゃ。了解。始める前に父と話した内容を伝えておくわ。とにかく最後まで生き残ってビヨンズプライドの名誉ある一員として十分頑張ってくれたとみんなが認めたわ。おめでとう。隊員にはパワーアーマーを支給しているの。スーツと偵察アーマーではどちらがいい？わかった。はい、これ着れるわよね。どう？使いこなせそう？それが聞きたかったの、ソルジャーさん。荷物はまとめた？ここにはしばらく戻れないからね。早くやって。1分たりとも無駄にできないのよ。